んにちは、プロトリーフチャンネルです。今日は枝豆の間引きを行います。今このプランターに3つの芽がありますが、これを2つに間引きます。もうこのぐらい大きくなってしまうと、根元から抜くとこの元気な苗の方も傷めてしまいますので、ハサミを使って根元から切ってください。でこの後この2つの苗を集中的に育てていきます。以上です。